さあ、というわけでね、まあ、今回もこちらのスーパーマリオ、ギャラクシーや、続きをやっていこうと思うんですけれども、先ほどっていうか、デスコメットをやり終えて、では今回はこちらのフローターランドギャラクシー、やっていこうと思いまーす。タラララッツ、タステン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 、さてさて、天つく、水上要塞。天つくてん。まあ上に登っていくのこの塔。なんか下になんかキラーかなんかなかったっけ？イエス！確かそう。ここで行けるんかい。キラー上げた。ほら。ほや。どうだ、これだっけ？ちょ、このプロペラ、このプロペラなんなん？はい。あれ？ナイス。で、これが外れて上に行くと。ね、これでよかったっす。オッケー。で、見えねえ。やばい、もう一個あったっす。あの土管。ここにいれば多分、オッケーなはず。で、これです。お。え？嘘、はい。やばい。あぶね。で、これで多分、オッケー。あ、裏ゴールか、これは。まさかの裏ゴールっていうの。やめて。やめてー。で、あ、でも、あ、あ、じゃ、また、あ、でも、これだけか。じゃあ、あの緑のやつ取ってから、あの、ステーキいると、ここいけんじゃないか。うわぁ、まあ、ステーキルートでいけっちゅうことやな。いやぁ、普通に乗り越えられるな。試練を。やめて。いける。お前な、お前ついてけ。来い。ナイスーあい待って。よっ。チンポーズズルルー。思いつかなかった。お、あ。これなんか、あれパティンか、これ。グリーンスターやけど。テレレレステ、あ、隠しスターを手に入れたんだって。隠しスター手に入れちゃった。緑のパワースターを取り返していただいたようですな。緑のパワースターは特別な力を持っております。みんな特別な力を持ってるでしょ。詳しくは緑のパワースターの化身であるグリーンチコに聞いてくだされ。特別な力があるらしい。ルル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 ル。助けてくれてありがとう。私は、チャレンジギャラクシーの番人。そこにたどり着くための試練の扉の復活には、あの二人の力が必要です。だから、残り二つが必要ってことかな。二人ってことは。さあ、ちょっとここまでやってみて、見てっていうか、ちょっと上に浮上して、で、まあ、ここに登る的な、なんか変なところに。ここは、はあ、まだ潜ってる状態なんだが、ちょっと やばくないか。死ぬ、やべ。やべ、あぶな。よかった。ちょっとさ
でも一応なんかライフっていう猶予があったからよかった。一発で終わりなんかと思ったけど。コイン欲しい、コイン欲しい。終わった、分かった。まあ一時は何とかってやつやな。これなんかあれやな、64のさ、なんだっけ、こういうステージっていうか、バッタンだっけとかのステージに似てんなと思ったけど。これさ、ボスでいけんじゃないか、これ、上まで。もしかしてだけど、壁じゃん、危ねえな。壁じゃん、いけ、おーし、おいえい。まあ、ザルなんだよな。所詮は、ってわけやな。なんでやねん。いけ、とりあえずいけ。あー、ちょ、まあ、いやいや、全然いい、全然いい。まあ、青いなんかかけらみたいなのあったけど、とりあえずあれを集めるっていうこと。他は？あ、あった。いや、もう、うぜえ、こい、あー、やべえ。その手には乗らない。行って？あと、青ネジを。こっちは。こいつと戦い的な感じだろ。え、それで？こいつがなんかあれなんじゃないの？え、え、あ、そんなで、え、え、今ここで、この ZL、しゃがむと、スピンの、あれで、できるわ。ここで。変な、どこで使うのかわからないけど、役立つのかわからないけど。お、一通りこれでわかるね。すごい、そう、そこになんか青光があったなと思ってね。これまだ3つかよ。で、さっきなんか、いやーあったから、あ、待って、あ、青ネジで止まるの、あのバブルが。それは別にいいよ。いや、こいつのためになんかやったのかみたいな感じだったけど。こっちくらいけんじゃないか。いけんじゃないか。壁じゃんできろ。この壁が、あ、できないんだ、多分。あ、できないんだな。多分ここでいけんじゃないか。おお、いけた、壁。ワンナップ取れるでしょ。あ、少なもデス、あー、デスコメットで、ヘリ、吸われすぎなんだが、ライフが、あー、もう行きたいのに。うわ、うわ、いいね。あと一個は、あいつ、あー、なんかそこに、ありがてえ、親切設計やな。いや、もうお前、空気読めえ。よし。これいけんじゃねえか？はい。いけないか。土壁じゃないといけない話。よし。で、これで、あれでしょ、でしょうね。なんかいるね。なんもないのか。避ければいいんだかな、普通に。なんかあれね、これ、なんだこれ。なんだよこれは。向こうにもいんのかいと。ネジのマイナス。めっちゃ綺麗だ。なんかこういうなんか、ねえ、なんかゼリーある。いいわ。これ水羊羹で何もできる。チンポーアッツ。さあもういけるでしょ。来た。クッパージュニアシッププラント。今回はクッパではないと。テステンテンステンステンテンステンステン、クッパ大戦団を駆逐せよ。
お、なんか、あれはね、多分動く床、そうだよね。動く床で行きみたいな。こうなんか、鉄拳やったら、来るんじゃね？スターピース的な。させないと。でーん、でーん、でーん。意外とこの曲、神曲なんじゃないかっていうね。なんか、適当なとこ行けば行けんじゃねえかっていう。向こう行こうぜ。怖い。行くでしょ。あ、さよなら。さあ、ちょっとね、これね、あ、待って。まあ、そっちに、まあ、行けってことなんだろうけど、ちょっとね、状況を逸したいっていうかね、そういう気持ちは分かっていただきたい。危な、確実に終わってたな。なこや、なん、適当にやってみたらいいものの、花ちゃんバギーもいるしな。上なんだ。あ、なんなんそれ。こいつ懐かしいな、いたな。で、これでいいけど。ねねねねねレステンステねねねねレステンステス、なんか動くの。次に避けたばいん、うわあ、うわ、まあ、無敵でどうにかなったけど危な。あ、カメック、あお、そう、こいつ倒すか。うわ、よし、コインだと信じていたぞ俺は。しつこいやつだな。こうなったら僕が直接ぶっ倒してやる。グランドスターが欲しいなら力ずくでいばん。で、お前があれなんか普通にやりますけど、普通にこうやって当てろってこと。え、船はで、それでいいんか。なんか SE みたいなのが流れてるから多分それでいいんだろう。船当てるだけでいいゲーム。やめてやめて。ほら、これでちょっとしつこいから、おい、演出ムカーってしんな。危な、危ないんだな。ここ、いやー、角度が難しいからね。多分直線でやった方がいいんだろう。そっか。あー、でもー、この 3D スティックの弊害が。あー、さすがにダメなんか。こう避けて、で、こういくと。これが好き。よし。やば。一発かけるか。あ、でもまだコインがあった。これ取るか。よし、次なんだ。この隙間を打って、で、行く。あれ、なんかどこか当たった。無駄打ちだった。あー、もうやべ、偶然なんか増えてんだが。忙しい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 わ。忙しい忙しい。行け行け。あー、もう、うぜえお前、のこのこ、大事なのこのこくんを、のこくんを、おー、あー、もう、もうただのもう弾幕系じゃないか。よし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 、一日はもうどうなることか。こと爆発。これで、でもこれ以降クッパジュニア出ないんか。でも一応デスレチンポカタイレテレレテレレテレラだ。グランドスター手に入れたわ。何色なんだろう。
お、な、どういう、水色か？エメラルドってか、言って、言った方がいいのかもしれない。向こうなんか結構離れてったね。ロフトだっけ？タラララスタラーン。よし。ああ、たら、まあ。ベッドルーム、あなたはあなたのお友達のおかげで、下の階層のドームが全て動き出しました。さらに上の階層の機能を回復し、そこにあるマシンルームが動き出せば、このほうき星の天文台は星船として機能するでしょう。出た星船、そうすればあなたの大切な人の待つ銀河の中心へも。テレレンセレレンセレレレルセレセレレというわけでね、まあ、無事、キッチン、まあ、コンプリートとは言えないんですけどね、まあ、とりあえずまあベッドルームが解禁されたというわけでね、まあ、あの次からはちょっとベッドルームの攻略をしていこうかなというふうな感じで今回の動画は終了にしていこうかなというふうに思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。